1 9 9年のコンサートにて、スクリーミン・ジェイ・ホーキンスは、アメリカ合衆国のアフロアメリカンのブルース、R&B 歌手。1956年のアイプット、エース・ペル・オン・ユーのヒットで知られる。アメリカの映画監督、ジム・ジャームッシュの代表作、ストレンジャー、ザン・パラダイスの劇中で、アイプット、エース・ペル・オン・ユーが使用された。1929年、オハイオ州。 クリーブランドで生まれた。1956年、ホーキンスの音楽キャリアで最大の R&B ヒット、アイプットアスペル、オンユーを発表した、リズムブルース。クリーデンス・クリア・ウォーター・リバイバルや、ニーナ・シモン、ブライアン・フェリーなどにカバーされる、スタンダードナンバーとなった。1989年には、ジム・ジャームッシュ監督の映画、ミステリー・トレインのホテルのフロント係役で出演。 ジャームッシュは、ホーキンスのファンだった。1990年には来日公演を行っている。BMR のインタビューでは、白人の女性はもうこりごりで、フィリピン人の女性と交際していると答えていた。2000年、フランス、パリのヌイシュルセーヌにて死去。去年70歳。ありがとうございます。